ウェストン代理店テックインド株式会社の柴田でございます。この度ウェストンから2年ぶりのユニバーサルイヤホンの新作 W80 が発売されます。 W80 というネーミングからも分かるように W80 は8ドライバー搭載のフラッグシップモデルです。広域に4つ、中域と低域にそれぞれ2つずつのバランスドアーマチュアドライバーを搭載しています。他のメーカーさんが6ドライバー以上のモデルを出す中、ウェストンは沈黙を守ってきましたが、今般満を持してこの W80 を発表いたします。8ドライバー搭載というとかなり大きなシェルになることが多いのですが、この通り8ドライバーでも非常にコンパクトなデザインになっています。これはウェストンが非常にこだわりを持って作っているところで、とにかくエルゴノミクスなデザイン、つまり人間工学的につけ心地がいいということを追求しているからなのです。 W60 と比べても1ミリ程度しか違わないのですが、 W80 は8ドライバーを実現しました。もちろん音質は最高です。特徴は広い音場とノイズのレベルが非常に低いところです。 10kHz を超えても全く淀みのない周波数レスポンスを実現しています。さらにこの W80 はハイエンドフラッグシップモデルということで、今までの W シリーズと一線を画したパッケージとなっています。ケーブルにもこだわり、 ALO 社との共同開発によるウェストン独自のクライオ処理を施したウェストン by ALO プレミアムケーブルが同梱されています。高品質なフッ素樹脂で包んだ柔軟性の高いフレキシブルなケーブルとなっています。このケーブルでさらにクリアで深みのある立体的なディティールを再現します。このケーブルは今のところ別売りの予定はなく W80 専用となっています。ケースについても日本市場の声を反映し、より充実させました。プレイヤーや小物などのアクセサリーも収容できる仕切り調整可能なナイロン製ケースを同梱しています。イヤホンのみ持ち歩くために小さなサイズのケースと2つ付いています。この小さなケースは大きな方のケースに入れることができます。フェイスプレートも従来の W60 のゴールド、シルバー、レッドに加えてブルーが追加され、1色増えて4色になりました。音の方はとにかく聞いてみていただきたいです。従来のハイエンドモデルである W60 も非常に高評価をいただいておりましたが、 W80 はさらに一歩進みました。この音質は聞いてみていただかないとわからないと思います。 W80 でリスニングすることで今まで聞いていた曲で新たな発見があるでしょう。また音場が非常に広いので、良い音源を再生することでまるで頭の中でコンサートが開かれているような感覚に感じられます。音の厚みやボーカルの息遣い、楽器それぞれの音の重なりが非常に美しく聞こえます。ありきたりな言葉になってしまいますが、 W80 はとにかくすごいです。ぜひ皆さんの耳で聞いていただきたいと思います。